左側が前です。皆さんよく覚えてらっしゃると思うんですけども、ものすごく大きな12気筒のエンジンが FR のトランスミッションをひっくり返して乗ってましたね。で、人がいかんせんこんなに大きなエンジンが後ろにあるので、人が結構フロントアクセルに足を突っ込むような形でこんな感じで乗っていたのではないかと思います。で、ちょっとポイントはちょうど車軸の真ん中辺に人の頭があるということがポイントなんですけれども、2シーターでありながら、で、フロントにはランプを収めました。リトラクタブルのヘッドライト、こういうふうに上に上がるように収めましたけれども、ランプのユニットがある分だけは当然フロントのオーバーハングが伸びるということで、この辺りから形がスタートしていきます。で、これを当時の天才デザイナーマルチェロ・ガンディーニが、線を引いてたわけですけど、これがベースなので、あ、トランクなんですね、ここに小さいですけど、これをベースにちょっと なんとなくこうなんとなくタウンタックができそうな感じがしてるんですけども、さあここからどうなるか、カウンターからできちゃいます。一瞬の位置だけで大きいようになりますよね。なんかちょっとだいぶ下がすでにもうちょっとカウンタックっぽいですよね。で、ポイントは頭がここにあるとなってくると、ミニマムでキャビンを作ろうとすると頭の位置がちょうどピークになるんです、ルーフラインとすると何が起きるかというと、こんな感じになりませんか。ちょっともうだいぶカウンタッキーな感じがしてくると思うんですけども、あとはもう線をつなぐだけなんですね、実は言うと。はい、カウンターができました。なんです。で、これがジュネーブ賞に登場したオリジナルのカウンタックで、これを量産しようとしたらいろいろ問題があって、特にエンジンが冷えないという問題がありましたね。で、量産仕様はここにエアスクープがありましたね。で、これは吸気かもしれませんけど、こういうのもつきましたね。で、サイドウィンドウもすぐ寝ているので窓が最後まで降りないということで、柱がこんな風につきました。で、あまりにも寝ていて横に開くと頭が当たって人が出れないから上に上げるしかないというので、ガルウィングのためのドアのパーティングラインが入りましたら、はい、もうカウンタックカウンタックが生きちゃうわけです。じゃあ彼の一つ前の作品、ランボルギーニ三浦がどうだった、非常に面白い。この2つの対象は面白いんですけども、三浦はエンジンが横置きの12気筒でした。で、彼は実はカウンタックの後なんですけれども、三浦の時の方が前後が低い車を作りたいと思ったらしくて、人がほとんど寝そべって乗ってます、こんな風に。で、ポイントは頭の位置がミドシップだけではなくてかなり後ろにあるっていうのがポイントです。で、同じようにリトラクタブルですけれども、逆のポップアップ、こちら側にポップアップするランプをつけましたね。で、そのユニット分だけはやはりオーバーハンド伸びるので、ここからスタートします。同じようにトランクがありました。ちょっとな、もうすでにちょっとやや三浦っぽくすでになってると思うんですけども、ここで引けるラインというのももう決まっていてですね、こんな感じになります。さあ、あとはキャビンがここ、頭がここなので、これをつなぐと、実はもうちょっともう三浦っぽい形にすでになっちゃう。あとはもうラインをつなぐだけです。どうですか、三浦じゃないですか、三浦ですよ。で、ここを後ろをガバッと後ろに開けますよね、三浦すごく。ですから、こういう風にパーキングラインが入ります。いや、こう入ります。で、ドアのパーティングラインがこう入ります。で、ここにエアスクープがついてます。で、そのウィンドウのカットラインがあって、 A ピラーがぐーっと回り込んでいてかなり後ろにあるので、 A ピラーがここにつく。で、ドゥッ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 とこういう空気取れる通知があって、コッキッ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 とするともう三浦なわけですよ。で、ポイントは未だに、別に年代が古いからではなくて、いまだにカウンタクト三浦って王と長島みたいな存在だと思われませんか。ものすごくキャラが立っていて、ものすごい存在で、でもそれ以降ってちょっと頑張ってるんだけど、やや小粒な感じがします。なんとなく王長島ほどのインパクトがない。実は本当にそうで、カウンタック以来ランボルギーニって基本的なこのレイアウト変えてないですよね。で、変わったのは
衝突のレグレーションで前後に大きなバンパーがつける。これはまあ当然価値が若干変わりますけれども、基本的なところから変わってないのに、変わってないということはデザイン変える必然性がないんですよ。これものすごくプリミティブなデザインをしています。でこれ以降デザインを変える必然性がないのに変えようと思うと、つまり厚化粧するしかない。ヘッドランプの形をちょっと変えたりとか、あんまりそこに理由はないんだけども、ウィンドウの形をちょっと変えたりとか、そういうことをするしか実はないんですよね。なのでこれほどなんかこう立派に見えないんじゃないかと思うんですよ。でしかも記憶にあまり残らない、ファッションですから変えるために変えてるので、当然その先はまたさらにそれを変えるためのデザインになるから記憶にあまり残らないと思うんですよね。確かに何年式のディアブロとかって言われると確かに違うんだけど記憶にあんまないな。でも監督になったらこう書くだけでもうすぐ分かっちゃうぐらい多分強烈な印象があると思います。で言いたかったことは、先ほど山本が力説してたと思うんですけども、今回の車は本当に原点回帰、原点回帰ってのは別に NA に変えるっていうことじゃなくて、ライトウェイトスポーツカーの正統を守るっていう強い使命感で作ってるんですよね。ですから25年経っても NA がそうであるのに、これから25年経っても古くならないようにデザインしようっていうところが実はスタートしています。ですからこういった考え方でプリミティブにデザインをする、そうするといつまでたっても古くならないデザインになるんだ。最初から古いじゃない、最初から古いのはレトロですから、これはものすごく新しくって今でも新しい、こういうデザインをしようというぐらいの高い志で今回の車を作りました。じゃあどうなってるか、今回の ND 4タックスがあります、同じようで、ちょっとリアを書きません今回からして、今のマツダの車はフロントのタイヤハウスであるとか FR の場合にはトンネルに左右されてペダルのオフセットが正面に来ない、そういった車作りをやめますというふうに宣言しています。 CX-5 以降ペダルは必ず正面に来る、そうすると必ずこのフロントタイヤとペダルがちょっと距離が出てしまうんですね。人間基準に言うとフロントホイールが前に行きます。今回も同じです。理想的なところにペダルを置くために足を決めて、そこから人の乗せ方をこういうふうに決めました。とすると結果ですけど、結果的にこのペダルからフロントアクセルまでの距離は伸びました、現行に比べて。結果的ですけど、でその後に車をミニマムに作る、ミニマムに作るということは後ろに余計なスペースを設けないようにすぐ背後にリアタイヤを置くと、とするとこういうふうに結果的にちょうどまるでカートのように前後ホイールのちょうど中央に人が座るようなレイアウトになりました。でこれまた結果的にホイールベースは現行車から縮みました。具体的に言うと現行から一旦前に出て後ろが来ている、とそういう形です。現行車はこうなってこうなってます、極端に言いますけど、そういう理想的な位置に人を乗せてミニマムに車を作ると。でやはりポイントはここに頭が結構後ろに当然位置しますよね。で同じように頭の位置がルーフラインのピークですとなると、出来上がるルーフラインというのはこうなる、もうこれ必然です。どちらかというと車の後ろ方向にキャビンが行きます。よくキャビンを後ろに下げたんですか、いやそうじゃなくて頭の位置に置いたんです。人が正しい位置に座り、理想的な位置に座り、理想的な位置にキャビンを乗っけたら結果的にこうなったということです。さてトランク、同じようにトランクルームは確保します。三浦と監督と違うのは2人分の旅行カバンがちゃんと2つ入るようにしました。でオープンカーなのでベルトラインはそんなに上げない、まあ、肘を乗せろとは言いませんけれども、開放感のためにあるところ以上にベルトラインを上げないようにしようと決めました。でランプなんですけれども、ここだけは実は無視をしました。ランプのスペース、デザインのスタートラインにランプを無視しました。ちょっとこの理由は後から説明します。でランプを無視してこのパッケージの中で理想的なカーブを引くと何が起きたかというと、こうなりました。実はこれが今回の ND ロードスターのサイドのプロファイルになっているんですね。もうちょっと線を足して同じように、あとはもう線をつなぐだけなんですけど、こんな感じです。もうこれをちょっと覚えていただいていただきたい。これがもう実は ND の形なんですね。後からお見せしますけども、これは NA、NB とちょっと違います。NA、NB はこのキャビンがもっと真ん中にあるんですよね。
これはもう本当に理想的に FR のものすごく小さい車を作る、もう理想主義的にプロファイルを決めた結果こうなっています。さっきちょっとランプの話をしましたけども、実はランプを無視した理由は2つあります。1つ残念なのに、今のデザインの常識からするとノーズがこんな風に盛り上がってしまうんですよ。で、2つそれには理由があって、1つは歩行者保護で、歩行者が当たると、まあ、人間体硬いですけど、事故の瞬間にはもう雨のようにビャーンとこう曲がってバーンとなった時に、頭がこのワイパーのピポットに当たると頭部の障害値が上がってしまう。だからワイパーを避けるようにします。じゃあどうするかというと、この距離を稼ぎます。距離があれば届かない。だからまず長くして、それからもこっと盛り上げると表面積が多くなるので距離が稼げるということで、こういう条件が出てきてしまいます。ボンネットを開けてください。今 何気に現代の車はボンネットが知らぬ間に高くなっていると思いますけど、それはそういう理由です。で、もう一つはランプのユニットが年々大きくなっていきます。それはこう水分したり、それからいろんな機能があるためにランプのユニットがどんどん年々大きくなっています。で、そのユニットを収めるためにも、あるいは高いボンネットをごまかすためにも大きなランプを高い位置につける。そうするとボンネットが高いのでごまかされてしまうんです。で、それは今回の理想的な美しいプロポーションを作るために弊害になるので、このプロポーションありきでランプを設計してくださいとお願いしました。その結果エンジニアが選んだ選択肢は LED の超小型のヘッドランプを、もし大きなヘッドランプを後で見ていただく、大きな目をつけるとノーズが上がってしまいます。ランプグラフィックのためにノーズを変える、プロポーションを変えるっていうのはちょっと物の考え方の順番が間違ってると思っていて、そういう順番でものを決めていきました。で、ちょっと見ていって分かるんですけども、実はこれもう教科書に載るような本当にあの理想的なささっと描いた絵なんですよ。何が言いたいかというと、今回のこのロードスターのサイドビューは非常にクラシックです。クラシックっていうのはあの正当という意味で、古いっていうかなくて、で、未だに例えばこのニューアルカウンタックの形を見て綺麗だと思いますよね。で、綺麗の価値観が時代とともに変わるはずがなく、美人とか美男子とかの価値観が変わらないみたいに、人間がもともと持ってるあるバランス感覚にかなってるから綺麗だとかっていうふうに思うわけですよね。まあ9等身はかっこいいけど18等身は気持ち悪いっていうのも、もともと持ってるバランス感覚なんです。そのバランス感覚にかなうという意味では、昔ながらの美しい形であるべき で、そういうものにかなってたら20年30年経っても古くなるはずがない。それはこのカウンタックミラーと同じです。だから何年経っても古くならない美しい形という意味で、これは狙ってクラシックにしています。あの木を狙って変なことをしていないっていうことです。じゃあどこで新しさを出したんですかなんですけども、この三浦カウンタックこういうサイドビューは非常に綺麗なんですけども、実はクォーターに振った瞬間に、あ、古い車だなっていうふうに分かってしまうんですよね。というのも、例えばカウンタックの例で言うと、横から見るとこうくさび型のボディでなんかすごくすごいんですけども、実は上から見ると真っ近くなんですよね。ご存知だと思いますけど、でタイヤが引っ込んでます。もうこれが古い車だなっていうふうにクォーターで見るとバレちゃう。タイヤは引っ込んでるし、ここに何のドラマもないんですね。ボディのサイドの部分に全然ドラマがないので、斜めで見るとあー古い車、70年代かなこれはっていうような感じがします。で、60年代50年代になってくると、正面から見るとこんなボディだったりしますよね。タイヤゴーッと引っ込んでて、こんな感じだったりしますよね。それでなんとなくもう年代が分かってしまう。あの古くなればなるほどタイヤの存在感がなくなってくる、電車みたいに。で、新しくなってくるとタイヤの存在感、足がしっかりと見えてくるっていう、そういうあの法則性があるので、で今回の車はどこで新しさを出したかっていうと、そのクォータービューで新しさを表現しました。ちょっとそれを、何をやったかというとですね、こういったクォータービューでタイヤが四隅に見えるように完全に、そういうことをやってるんですね。じゃあ具体的に何かというと、こんな風に
この角をスパッと斜めにカットしてるんですね。もしカットしなかったら、このボディはここまで行きます、外側に。それをクォータービューで見るとどうなるかというと、このボディがここに行きます。つまりタイヤが引っ込んで見える。斜めにカットすることでクォータービューで見てもタイヤが一番外側にあるっていう見え方をします。あの、別に過去のものを否定するつもりはありませんが、あとぜひ NA、NB、NC と ND をクォータービューで見比べてください。言ってる意味があの分かりいただけると思います。とにかくここまで張り出すっていうことが、まあ、圧倒的に新しさを表現しています。でもう一つ、この部分、ここです。ここは結構な量斜めにカットしてるんですね、ズバーと。でそれによって何が起きているかというと、台形のフォルムになっています。カットしなかったらこう角張ってしまうので、ですから繰り返しますけど、上から斜めにカットしてタイヤが一番外側に行くようにして、かつ斜めにカットして車が台形になると、どっから見ても車がほぼ三角形になるぐらいに、ものすごい圧倒的な安定感を表現する。これで新しさを表現しています、現代というか未来の車感。ですからもう一回言うと、サイドビューではクラシックです。誰が見てもいつの時代見ても美しいと思うもので表現し、クォータービューで新しさを表現する。それでクラシックとモダンの融合をうまく表現しているというふうに思います。あのクラシックとモダンの上手な融合という意味では、フェラーリの360モデナっていう大ヒット車がありますね。でモデナの前には、もともとフェラーリファンって、まあ、ディーノとか綺麗な車がたくさんありました。でモデナの直前って実は F355 とか 348TB とか、昔ながらのフェラーリファンからするとちょっと残念な車たちが並んでました。ではもう昔みたいな綺麗な車作れないのかなと思っているところにモデナが出てきたんですよね。ではものすごく昔ながらのピニファリナファンも満足させながら、とびっきり現代的な処理をしていて大ヒットすると、まあ、もちろんセミオートマもできればよかったっていうのもあって、売れないはずがない車になって、あれで儲けたお金で F1 に復帰し、見事にチャンピオンに輝くっていう、まあ、そういうサクセスストーリーがありましたけども、クラシックのモダンっていうのはすごく重要なポイントだというふうに思います。新しさのために美しさを失ってしまったらこれ意味がないと。で美しさのために新しさがなかっても意味がないということで、この2つっていうのが今回のロードスターって非常に重要なキーになってます。でちょっとカットした量をちょっと具体的にお見せしたい。面白い。すごいね。組み立て式これです。コーナー実は量なんですが、これです。こんな量なんですよ。ちょっと真下に綺麗に真下に、もし上げしなかったらボディが ここまであるんです。ここまで、これをクォーターで見たら単に走りが出てる状態なので、まあ、大変な量だっていうことがお分かりいただけるかなと思います。でそうした結果、実はこの丸いのがストップランプ、ブレーキランプなんですが、ブレーキランプが内側にずーっと寄っていきました。でブレーキランプは車両の最外側から400ミリ以上内側に入ってはならないと国際的なレギュレーションがあるんです。そうなってくるとブレーキランプ見なさい、これあと2ミリでも内側に行ったらもうブレーキランプとして認可されません。逆に言うとそこまでこれが絞り込んだんですよね。こういった例はちょっと前例がないと思います、自動車のデザインの中で。でもただそうしちゃうと、単にそうしちゃうと夜間に車の幅が全然わからないので、ブレーキランプはここなんですけども、それを補足する形でテールランプはここまで光ると、これでしっかりと車の幅も夜間にちゃんとわかるっていうことになっています。でフロントはノーズを下げるために LED にしました。でリアもこれほどの斜めにカットするユニットがないので LED になってます。フル LED のブレーキランプになってます。で LED と当然ものすごく高いんですけども、今回はプロポーションのために採用しました。あのよくおしゃれのために LED をつけるということがあります。でたまに聞かれるんですよ、
もっと LED らしく光らなかったんですよ。そうじゃないです。我々はプロポーションのための手段として LED を作る。目的ではないんですよね。なので、見た目は何も木を照らった形をしていません。手段ですから、ね。ただし、そうは言っても非常にモダンなルックスに結果的になっているというふうに思います。これはすごく重要なことかなと思います。LED を使って。で、ちょっとフロントに、行きますけれど、あ、フロントの前にサーフェイスの話をします。エッジが使ってないんですよ、この車で。今の歩道デザインは結構エッジが使ってあって、なんで今回エッジを使ってないんですかっていうことをよく聞かれるんですが、そのお話をしたいんですけども、車の例えばこのドア、ここをデザインするときにデザイナーに与えられる寸法があります。大体マックス100ミリです。まあ普通50ミリぐらいで使う。その間でデザインしてます。で、そのデザインしろっていうふうに我々言ってるんですよ。そういったものがあります。で、実はこれは中にサイドインパクトビームだとかパワーウィンドウのモーターとかパワーウィンドウのスイッチとかが共通のものが入ってるので、実は車によって変わらないんですよ、この寸法っていうのは。大きいから大きくなってることはないんです。となってくると、何が起きるかというと、ちょっと紙変えた方がいい。背が高い車はこの今言ったデザインしろっていう、まあ、大体100ぐらいあった時に、このデザインしろを長いスパンでカーブを作らないといけません。例えばこれ今ドアの断面だと思ってます。こんな感じで、これは背が低い車は例えば同じ100であっても短いスパンでできるので強いカーブがかけれるんですね、こんな風に。で、最もよくないというかデザイナー泣かせの例を言うと、軽自動車はこの寸法がものすごく短いです。実際には 2,30 ミリしかないです。となってくると本当に狭い範囲になります。で、しかもトールボーイになってくると長いです。で、どうするかしょうがないから一回入れて出して、もう一回入れて出すみたいな、こういったデザインしかできないんですよ。よくあるんですけども、例えばこういう風にあった時に、なんかこういうキャラクターラインが入ってませんか。こういうのがよく入れては出し入れては出しみたいな。もうそうしないとデザインキャラクターを与えられないんですよね。これの真逆です。今回はこれの真逆なので、キャラクターラインがなくてもボディの写り込みで十分にキャラクター表現ができる。その端的にこの車のボディを表現したものなんですけども、映り込みでラインが見えてると思うんですね。ですからエッジを使わなくても十分にそれが表現できてしまうので、エッジを使わなかった。そうは言ってもエッジ使ったらいいじゃんと思われると思うんですけど、なんでエッジを使わなかったかというと、エッジを使わないと映り込みが連続するんですね。当たり前ですけど途切れず、こういう風な綺麗な映り込みの連続になるんです。エッジで折ってしまうと映り込みが途中で途切れてしまうと。で、昔ながらの車好きの楽しみで、例えば木陰に車を止めると映りましたよね、綺麗なリフレクションが。そういう見る喜びとか、あとワックスがけで触る喜びとか、そういうのもあると思うんですけど、いや今の車もそういう楽しみがないんですよ。それはもう嘘である。今の車でも楽しめるように作らないといけない。それも車を楽しむ一つですから。なので今回エッジを使わずにデザインするということにチャレンジしました。クレーモデラーっていうこの造形をする造形作家がいるんですけども、彼らからするともう大変な作業なんですよ。エッジを一切使わない。エッジってのは形のコントロールが非常に便利で、まあ、定規を当てて線引くようなもんです。楽なんですよね、エッジがある。エッジがないっていうのは全て連続面で、どこから見てもパターンがないように作るために大変な時間がかかってしまうんです。今回それを1年かけてやりました。この車のデザイン案が決まってからですね、1年かけてこのデザインの練り込みというのをやりました。ちょっと通常ではありえないぐらいの時間だと思いますけども、25年経っても古くならない車を作ろうとしているので、まあ、1年ぐらい短いものです。そうやって考えると、で、ちょっとその例外ということでフロントに行きますけど、フロントのだけ実はエッジを使ってます。お、
ここにはエッジがあります。これ何ですかなんですけれども、これ実はこう面を削いでるんですね。軽くスッと削いでる。でもし削がなかったら